久保さん、ベーシックインカム。まあ、あの、結論、あの、どうでもいいですね。今 <laughs> 日、すいません。全く興味ないですね。全く興味がないっていう。まあ、なんで興味がないかっていうと、自分はやるべきことをただやる。自分で自分、自分で行動して自分でお金を稼ぐ。ただひたすらこれをやる。なぜならば僕は独立してるので。 だサラリーマンの方と考え方が違うので僕は独立してますからあの自分で稼ぐっていうことを決めて独ってかそれが全てじゃないですか久保さん一人で会社作ってやるっていうのはそれが全てですよね <laughs> だそれがベースにあるっていうか、まあ、軸としてあるので世の中がベーシックインカムだろうが給付金だろうがなんかいろいろあるけれども僕はやることは変わらないということございますね で、まあ、あベーシックインカムで久保さんがちょっと言ってた通り、まあ、僕ね、銀河鉄道39。この前ブログで書いたかなあのー、昔その惑星にね、主人公がある惑星に行ったんですよ。で、そのある惑星は崩壊寸前でもうぐちゃぐちゃなんですよ。でも立ち直れない状態でもう爆発するみたいな。で、なんでそんな状態になっちゃったのかっていうと、テクノロジーがめちゃめちゃ進んで、人々は永遠の命を手に入れました。 永遠の命です、うん、ロボット化されたのかなはい。とりあえず永遠の命なんですよ。だから時間めちゃめちゃあるんですよ。だからみんな後でいっかと。別にずっと千年後も、千年も,も生きれ,れるし、二千年も生きれるし、別に今働かなくてもいいし、何もしなくてもいいな、みたいな人が結局いっぱい増えて、経済回らなくなって、じゃ経済回らなくなったら何ができたかっていうと、あの戦争が起こって、でもぐちゃぐちゃっていうね。 あでも面白いなと思いましたね。だから銀河鉄道39やっぱね書いた人、すごいなと思いますね。それを。だからドラえもんもね、なんか要所要所ね、あるんですよ、そういうのが。なんかその、訴え、訴えかけるやつとか。だからその、歴史に何を残るアニメとかは、なんかね、よ描写一描写でいろいろなその、メッセージ性が隠されてるんじゃないかなと僕は思いますね。うん、だからあれ、なんですかね、 小学校かわかんないですけど、相当小さい頃に見たのに、僕今38だけど、未だに覚えてるってね、すげえインパクトありましたね。あ、永遠の命を手に入れる、手に入れるって、ああなんかいいことじゃないのかな、みたいな。なんかね、か、なんか考えさせられる、なんか心に刻まれるものがありましたね。 ぼーっと見てたんですけど、まあそんね、小学校か中学校か分かんないですけど幼少期見ててねビジネスもやってないですけどなんか感じるものがありましたねうんそうだからのび太くんの話もねドラえもんの,のび太くんの話もすごくこれもちっちゃい時見たんですけど未だに覚えていて未来人がね 未来人が、あの、のび太くんのもとにやってきて、ま、いろいろな冒険していくっていうか、その物語の、その、解決をしていくわけなんですけど、未来人は UFO に乗って移動するんですよ。ちっちゃい小型 UFO に。で、のび太くんと歩いてるんですね。その未来人が。ま、未来人は UFO に乗って、小型 UFO へ。のび太くんは歩いてるんですよ。で、のび太くんは未来人に聞くんですよ。なんで君は、ど、なんで <laughs> ちょっとあるちょっと移動するだけなのに毎回言うその乗り物乗ってんのみたいなで未来人は言うわけですよあのねあの未来人っていうのはあのこういう乗り物ができて歩かなくなったから退化しちゃって歩けなくなっちゃったんだよ言ったらのび太くんが「へえ便利になるのもあれなんだね?」みたいななんか言ってて。 なななるほどねみたいななんかすすげえ学びがあります僕はすげえなんか未だにそれ記憶に残ってて今はビジネスやっててまあ、それを当てはめることができるんで非常に学びだなっていうのはありますけどねうんだからそのなんだその結局人間っていうのはあの全部後回しにしたいですし問題あの現実逃避したいしなんだ うーん。辛いところから逃げたいし、なんだろうな。嫌なことから、嫌なことやり、や嫌なことは嫌だなしっていう、なんかそういうのがあるわけですよ。うん。だそういうの、そういうのがあるから、より便利にっていうところでテクノロジーがね、進んでいくところもあるんですよ。みんなド M でね、いや、絶対ランニング、走って、 手紙届けた方が健康的だろうみたいなね, <laughs> ね。ね江戸時代とか、なんか走ってたぶん、なんか手紙とか届けてたと思うんですけど、わかんないですけど。ねえ、それ、みんな、なんか健康的でいいじゃんみたいなね <laughs>。多分ね、手紙届けてる人は多分しんどかったと思うんですよね。これまだ届かないみたいなね。走ってね、ずっと走ってね。うん。だからまあ、そういう、なんだ、楽したいっていうところは人間の常なので、これからも、 テクノロジーっていうのは非常に発達すると思います。ただじゃあテクノロジーを使うっていう発達、まあそういう人間のね、怠け者なんで楽に楽にっていう。だから今度何,何十年後、もう10年後ぐらいですかね。あの、あれも開通しますよね。えー、時速500キロが出る、何でしたっけ、<laughs> 時速500キロが出る新幹線を超えたもの。 あの新幹線を超えたものなんだっけ時速500キロ。時速。リニアモーターカーだ。出てこなかった。リニアリニアモーターカー、東京から名古屋から20分くらいですかね。25分だったかな。やばいですよね。<laughs> <laughs> え東京、名古屋から25分とかやばいですよね。多分多分,多分ちょっと、ちょっといいですか。リニアモーターカー。リ、リニ、リ、リニアモーターカー、東京、名古屋。 東京、名古屋、時間。あ、すみません。あ、40分ですね。申し訳ないです。移動時間は最速で名古屋まで40分。大阪までは最速で67分。67分。今、多分ね、大阪まで3時間半、3時間なんぼだなんですよね。1時間で東京から大阪まで行けるんですよね。やばいですね、これね。うん、そう。 品川名古屋間40分らしいですよ。<laughs> 半端ないですね。うん。まあ今後どん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 多分出てきますよ。で、あとそのね、今も普通に出てみますけど、自動運転ですよね。だから本当に未来、未来は人が運転しなくなると思います。ただ座ってるだけみたいな。だかもうスマホ、もうパス、なんだろうな、車の概念じゃなくてもうスマホみたいなね。で、ピッピッピッて押してピーってもう、<laughs> 着きました、ご主人様みたいな世界に絶対なりますよ。 ま、僕が生きてる間になるかどうかわからないですけど、絶対なります。これはもう断言しますね。絶対なる。絶対なる、うん。で、で、大事なのが、テクノロジーに食われるのか、なんだろうな。テクノロジーをやっぱ使い倒せるのか。うん、<laughs> 使い倒せるじゃないですね。テクノロジーを使いつつ、自分磨きもできるかですね。 うん、テクノロジーを使いつつ自分磨きもできるかっていうところが、だから本当にその自分との勝負かなと思いますね。より便利になってくるので。だから僕とかはそれをすごく自分の中では理解してるので、だからそのあ日々の動画とかも撮りますし、要は喋らなくなると喋れなくなるんですよ。うん、喋らなくなると喋れなくなるんですね。わかりやすい例で言うならば、 えー、交通事故とかにあって、えー、じゃあ半年間寝たきりです。ってなった場合、歩けなくなるんですよ。だからリハビリして、ちょっとずつ歩かないといけないんですよ。1年とかもう寝たきり、ずっと寝てたら多分歩けないですよ、いきなり。いきなりダッシュとか絶対できないですから。絶対100メートル走、いきなり全ダッシュとか無理ですよ。もうフラフラですよ、多分。うん、歩いてないんで。うん。だから、やっぱ、 脳も使わなくなると退化するし、全部退化するんですよ。使わなくなると。うん。だから、よくね、その、芸能人の方とか、その、表に出てる人って、特に女性の方ですよね女性の方で表に出てる人と表に出てない人の、この、このその、ローカードのスピードの速さっていうか、凄ないですかこれ。ね。 同じ40代とは思う、この多分ね、40代ぐらいからもうま、全、ま、くこう分かれてくると思うんですよ。40代ぐらいから。40代、50代からまあ明らかに外に出てる人は、もうつ常にその、あの、身だし並みだとか綺麗とか、まあ芸能人の方とかそうじゃないですか。なんでその、だから吉永さゆりさんとか、未だに綺麗ですよね。だけど、それ使わなく、女性を使わなく、女性を使わなくなると、 年老いていくんですよねすぐ老化というかでも女性をしっかり使ってる人はね輝いていくんですよと逆に言うと年取ってった方がなんか綺麗になっていくんですよ不思議なことで女性を使ってる人はどんどん女性の魅力が出てきて女性を使わなくなった人はどんどんおばあちゃんになっていくっていうねこれも不思議ですよね うん、だからその AKB とかの指原さんとかもすげえわかりやすいと思うんですけど、まあ整形したかわかんないですけど、なんか出た当時、そんなに多分あんま綺麗じゃないんですよ。ブサイ,ブサイクって言た言葉は悪いですけど、あんまり綺麗じゃなかったですけど、指原さん今めっちゃ綺麗だと思うんですね。うん。だから面白いですよね。芸能人の本当に女性の方とか、あのアイドル系で、こうどんどん表に出て露出が増やまると、どんどん綺麗になっていくっていうね。うん。すごい面白いですね、それも。 まとめると、まあそういうのを理解して自分磨きできますかっていうとこですねうん。自分磨きしてないと多分逆にしんどいんじゃないですか。テクノロジーに食われちゃいますよ。テクノロジーに食われる。<laughs> ベーシックインカムという罠に食われるとかね。うんやっぱ自己磨きっていうのが、まあスピリチュアル系で言うと魂磨くっていう、魂を磨くだったかな。 まあそんな感じの意味合いになると思うんですけど、己磨きですねうん。まあ靴磨きも、靴も磨けば磨くほど綺麗になるじゃないですか。革靴とか。でも磨かないと綺麗、汚くなりますよね。革靴とかすげえわかりやすいと思います。革靴磨けば磨くほど、古いけどめっちゃ綺麗みたいなね。でも磨いてない靴はどんどん汚くなるんですよ。うん。だからまあだからそれを僕は、あの、理解してるというか、まあ、 あのすげえ頭の中にマインドセットとして入れてるのでやらんとあかんなっていううん大トないためにもあ,のある程度やっていくっていう日々のその情報発信はね、うん、もちろんフレーズとしてはやり方はね今後変えていく方向性もありますけどただ ToDo の情報発信はね続けていくはしゃべるってことは毎日喋っていくっていうねそれはやっていきますしブログも毎日今更新してますけど、まあ、それも毎日やって まあそのスキルを維持するもしくはアップしていくっていうことですよね。はい行ってらっしゃい。